どうもコルッティング4です。どうもです。今日です。はい。今回は私物、うん、私物クラブシダ3番ウッドです。シム、うん、シムマックスの3番ウッド15度ですね。シャフトはサイディの XC6S、うん、標準の多分43インチですね。うん、これですね、量の今物になっています、うん、というのも友が、うん、知人からですね買ったんですね、うん、これいつもシダしてるねビスタっていうところで多分その知人の人買って、うん、多分ね直行さんが売ってますね。ああこれね、うん、過去のあれで、ね、そうそうそう3番ウッド探しみたいなやつなんです、うん、多分売ってたやつです。多分グリップをねその知人の人が変えただけなんで、うん、そのなぜかここに来たはい。トモが買ったんですが、今両方のものになった理由がですね、トモがフェアウェイウッドのプロギアのやつが、うん、フェースが割れたって言って、うん、シムの5番ウッドを買ったんですね、うん、でその後にちょっと3番ウッドも探してて、シムより優しいシムマックスだったら3番ウッドいいんじゃないかっていうことでこれちょっと安く譲ってもらったんだけど、シムがですね、5番ウッドがこれより飛ぶと、うん、3番ウッドより5番ウッドの方が飛ぶということになったので、うん、いらないんじゃないかということで、うん、1回僕に預かったんですね、うん、で、そのままずっとですねやっぱシムが飛ぶということで、うん、もう完全にこれ今僕がエースの3番ウッドになってしまって、うん、まあ、それの今回次第になるんだけど、まあ次回以降はその友が3番ウッドより飛ぶ5番ウッドとかの比較の動画もちょっとやってみようかな、うんうん、まあ見てもらいましょうか。はい。はい。どうぞ。
見てもらいましたが、最初の、4球ぐらい、まあ、ラウンドスイングとかというか、まあ、アップというか起きに行く感じで270ぐらい飛ぶし、まあスピン量が良ければ280ヤードとか、起きに行ってそれが打てる、うん、っていうか、ここまでその起きに行ったりだとか、まあ中盤ちょっと降ってるけど当たる3番ウッドってなかなか巡り合えてなかったので、うん、最初の4球ぐらい多分ノーカットでね映像出してると思うんだけど、うん、数値も若干ちょっとエラーっぽいのがあったりしたけど、もう4球ノーカットで出してて、なのでまあ大体ラウンドでスイングするときは270から80ぐらいですね。でしかも今回全部地面からしか打ってないんですよ、うんうんうん、なのでティーアップしたら、まあ、スピン量がちょっと減ったりとかして300いくような場合もあるし、地面からでこんだけ球が上げられるっていうのはなかなか僕の中でも初めてのクラブなので、そんなそういう球が打てるっていうのが、でやっぱりヘッドに関してはシムマックス3番と優しいね。うーん、シムの5番とはね、トモがさっき言った通り3番より飛ぶ、うん、弾きがめっちゃいい、うん、だけどそのちょっと怖さもある、うん、なんかこう飛びざま的に強すぎて、あのねボールが乗る感じは全くしないもうそうです行くからそうそう、だからもしこのシムの3番を打ったとしたらどうなっちゃうんだろうっていうぐらい想像つかないぐらい、こっちの方がこう球持ちがいい感じがして、うんうん、なんかこっちの方がこうコントロールというか抑えが効くのかなっていうイメージがするね、うん、クロート受けをしそうだよね、うん、そんな感じ、うん、確かにそのシムの5番と比べて初速の出方が優しいのよ、うん、あんまり飛んでる感じしないなっていう感じなんだけど、うん、はい、そしてシャフトです。シャフトに関しては、タイトリストのシダカイとかでは、ツアー ID の DI の 6X とか、うん、まあ、6S ぐらい、6S だったらまあ3番ウッド、6X で5番ウッドみたいな言われ方をして、まあちょっと似たような傾向ではあるのかもしれないね。だけどタイミングがめちゃくちゃ合ってるので、ドライバー用ではね XC 46.25 で使ったことはあるんで 5X を、うんうん、だからこのフェアウェイウッドのシャフトってまあ、ドライバー用なんでチップ出て切ってあるね。これ多分メーカーの純正だと思うから、うん、0.5 ぐらい切ってるかもしれないんだけど、そこまで僕硬さ感じないし、ちゃんとタイミングよく、当たるので、うん、本当シャフトによっても変わるなっていう印象ですね。多分5番ウッドをこれのじゃあ 7S にしたらどうかって言われるとわかんない、うん、はっきり言ってわかんない、そうね、重いかもしれないしね。しかも先端のカット量増えるわけだから、もうちょっと手に負えないよってなる可能性もあるから、うん、これはもう3番ウッドのこれがもうベストでハマったっていうだけなので、うん、まあ、マンブリしたらですね、地面からでも300いくので、うん、うん、本当に300ヤードスプーンとか、そういう感じのレベルですね。まあ、僕はこれがエースに決まったということで、もうちょっとね、フェアウェイウッド、これを機にね、ちょっと、調子がいいので、いろんなちょっとフェアウェイウッド打ってみたいなと思って、まだ、ね、RBZ とかさ、うんうん、初代の M2、2016年のモデルとか、うん、まあ、キャロウェイも X-HOT とかさ、あの辺あるので、また中古の古いモデルも打ってみようかなと思います。はい、ということでした。ありがとうございました。